はい、はい、始まりました、深みゆりチャンネルの時間です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。めちゃめちゃ久ぶりですよね。1ヶ月ぶりとかぶりですね。はい、すみませんでした。すみませんでした。こちら井野くん、井野雄太郎くんが今日から受講をしに来てるので、まあ自己紹介を兼ねた、まああと感想とかその辺を喋ってもらおうかなっていう、受講者の初日のリアルな感想をちょっと聞きたいなっていうのを取ります。はい、はい、じゃあどうぞ。はじめまして、井野雄太郎と申します。年は25歳で、来年26になりますが、はい、まあ、前職は接骨院で、はいはい、柔道整復師として、まあ、働いてたんですけども、僕が知った理由としては、はい、まあ、僕のチームメイト の, 一人が、まあ、こちらに通っていて、はい、まあ、それで知った、まあ、柔道整復師としてのレベルアップとかも、まあ、兼ねて、まあ、自分の成長できたらなと思いました。はいはい、じゃあ僕が質問していきますね。はい、じゃあ、まあ、まずなんでうちを知ったかっていうのを今話してもらったんで、はい、まあ接骨院で本当つい最近まで働いてたじゃないですか。はい、前職その接骨院を辞めて、まあ井野くんが来てるんで受講に、まあ、その仕事を辞めてでも IBS を受講しようってこう強く思った動機。はい、お願いします。はい、もともと接骨院でやってた、まあ、治療としては、はい、いわゆる、まあ、接骨院って感じのスタイルではないんですけど、まあ、そういうところで4年ぐらいやってたんですけど、はいはい、なーなーになっちゃった部分が、うん、まあ、あったというか、はい、研修とかも一応あるはあるんですけど、まあ、技術研修をこうがっつりやって、うん、まあ、こうみんなでレベルアップしようみたいな感じでは全くなく、一回その練習しちゃったらもう一定の知識を覚えたけどそこからレベルアップしないみたいな、うんうんうん、っていう感じなんですね。はい、あともうちょっと自分的にこうレベルアップしたいなっていうのが一つありまして、はい、知ったのが野球のチームメイトの、はい、まあ、きっかけで、はい、まあ、紹介していただいて、はい、まあ、草野球やってからですけど肩が結構痛くなる時があって、うんうんうん、まあ、それで、まあ、ちょっと悩んでたんですけど、まあ、治療受けて、はい、まあ、その後野球直後に会ったんですけど、はい、もう全然すごい痛みもこうなくなって、まあ、今までその取れなかった痛みも、まあ、取れたっていうことがちょっと衝撃的だったので。ちなみにそれ、はい、施術した人って誰ですか？神谷さん。ありがとうございます。これなんかこれだけやりたかったです。これなんか前も見たことある、見たことあるな。ケージ飲んでくれた。井野くんを紹介してくれた人も僕がずっと担当している草野球人の人で、ちょっと神谷にも興味あるし、そういうところでも働いてるし、実際肩も痛めてるから、そのだから一回見てあげてほしいっていうのは、まあ、あったんですよ。まあ、そんなこんなで、はい、まあ、一応施術受けて、うん、一緒の職場としてこう働かせていただけるっていうことを、まあ、機会をいただいて、まあ、今日研修をさせていただきました。はい、はい、じゃああと 2,3 個いいですか？はい、実際初めて僕らが教えて、まあ、初めてうちの IBS をまあやったわけじゃないですか。実際どうでした？やってみて。もともと働いてたそこの接骨院とのやっぱスタイルが全然違って、うんうん、まあ、やり方もそうですし、まあ、その押し方はそもそも間違ったのが、うん、まあ、初めての体験だったので、はいはい、筋肉を捉えるとかその押し方の問題的にはもう問題はないだろうなとは自信はあったので、まあ、それとまたちょっと違いましたね。うんうん、はい、じゃあ思ってたよりはちょっと難しかったですね。そうですね、はい、最後に、はい、まあ、今後、まあ、施術家井野雄太郎として、まあ、どういう人たちに受けてほしいか思いをカメラに、はい、伝えてください。はい、まあ、やっぱりもともと野球やってたってこともあって、まあ、より多くの野球人とか、うん、いろんな人に受けてもらいたいというか、老若男女、うん、まあ、やった年齢層も幅広く、うん、まあ、見ていきたいなとは思います。なるほど、はい、IBS の技術をしっかり磨いていって、まあ、いつ正直デビューになるかは分かりませんが、神谷にとっても、まあ、俺ら個人にとってもすごいこうプラスになる人材だなと
思ってるんで、ですね、見てくださってる方々にもどうぞ井野雄太郎を応援してあげてほしいなと、はい、まあ、もちろん僕らも応援してほしいです。お願いします。お願いします。まあ、今後 YouTube なり Instagram なり、はい、でちょっとまあ井野雄太郎の成長過程を、うん、ちょっとこう追って、そうですね、アップしたりとか、はい、で井野雄太郎の Instagram も新しく作ったものを概要欄の方に貼ってあるんでご覧ください。お願いします。じゃあ今日はこんなところで、この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンの方よろしくお願いします。お願いします。まあ、先ほども言いましたけど SNS の方も、はい、ぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。